大阪万博やばい状況に、大阪万博やばい状況に。大阪万博はたたられています。その上、大阪万博プロデューサーに川瀬直美を当てました。川瀬直美の一派は東京五輪の関係で痛い失敗を犯しました。五輪失敗した NHK 番組、大変に問題になりました。川瀬直美、一体どうしたんでしょうか。川瀬直美、公式五輪映画監督という名前のために正義と公正を投げ捨てたのでしょうか。川瀬直美、お金と地位のためならば何でもするの。